金田一耕助トランプ大尉の首。トランプ大尉の首は、横溝正史の中編推理小説、及び表題作とする、中編小説集。金田一耕助シリーズの一つ。オール読み物1957年1月号に短編で掲載された後、1959年2月に中編化された。生首だけが発見されて胴体が消失しているという設定は高木や君津の死生殺人事件の焼き直しであるが、それについて作者は何かひどく感心すると、どうしてもそれに挑戦したくなるからと述べている。船で隅田川沿いに水上惣菜屋を営んでいる宇野宇之助がアパート聚楽荘の1階に住むストリッパー、牧野明美の生首を彼女の部屋で発見したのは11月24日のことであった。残されていたのは首だけで胴体の行方は不明であった。前夜、明美の部屋でトランプゲームをしに集まった明美の勤め先のストリップ劇場の支配人、郷田実や主任の幕内主任の伊藤金蔵、同僚のストリッパーの高安春子も生首は明美に間違いないと話す。轟警部に伴われて現場に訪れた金田一耕助は、郷田と伊藤の話から、明美は劇場で関係を持たなかった男は一人もいないというほど男癖が悪かったこと、最近は裕福な稲川仙蔵という車のブローカーがパトロンについていたこと、それ以来他の男との関係がさっぱりなくなったことなどを知った。金田一は三人が警察の事情聴取を受けている間、明美の寝室を確認しているときに明美の靴のかかとにガラスの粉が刺さっていることに目を留める。翌25日、明美の胴体を運んだと思われる貸しボートが発見された。ボートの中にはぐっしょりと血に染まった大葉が放り出されていた。この大葉はストリップ劇場の関係者や聚楽荘の住人たちにより、明美のものに間違いないことが確認された。また、明美のパトロンの稲川は、明美の死体が見つかった前々日に、大阪へ立って以降、行方がわからなくなっていた。そして11月30日、西銀座にある稲川商事の社長室で、品カバンの中から稲川の死体が発見された。殺されたのは、行方不明になった22日の晩らしく、明美よりも先に殺されていたことになる。また、稲川の小切手帳と印鑑が紛失していることや、23日の朝、明美と思われる若い女がその小切手で金を引き出していたことが分かった。さらに、事務員の証言で、稲川が行方不明になった翌朝、社長室に粉々に壊れたシェリーグラスとコックが被る帽子が落ちていたことが分かった。金田一は、捜査陣に、明美の靴のかかとに、ガラスの粉が刺さっていたことを指摘し、明美が22日の晩に、稲川の社長室を訪れていたことを示唆する。一方、コックの帽子は、明美の生首を発見した惣菜屋、宇野のものであった。そして、捜査本部に連行された宇野は、明美について、捜査陣に奇怪な陳述を行う。尾形警部補が、菅井警部補、吉村刑事が、吉田刑事に変更され、岡村警部補と尾崎刑事の名が設定され、第2の被害者は、久米仙蔵から稲川仙蔵、関係者の所属が、霊神劇場から、ミラノ座に変更されるなど固有名詞の変更は多い。その他、描写内容を細かく補筆し、特に第2の被害者の人物像や惣菜や、宇野の関与に関する描写が、詳細化されているが、小説としてのストーリーや、推理小説としてのロジックに影響する変更は見られない。比較的大きな変更としては、元の短編では、コックの帽子を被害者が手に握っていたところを、靴底のガラス破片の元になったシェリーグラスの破損に絡んで、従業員が回収保存していた設定としたことがある。なお、最後に、金田一が真相を明らかにする直前の警察の捜査状況を具体的に描写する場面は開講後の追加であり、菅井警部補が金田一の収入源に関する疑問を轟警部に投げかける場面もこの追加に含まれる。ありがとうございます。